は平凡となりました。先行は木村選手。さあ見えますね、もう早速。地層面2枚ですかね、それとも稲妻ですかね。ちょっと土地が4枚ですかね、はい、さあお互い間に合わなくスタートあ、まだ始まってないよ。なるほどなるほど、さあこれもなかなか見ないこのモダン環境で戦術ラウンドを多めに使えるデッキということですね。そうね、この赤白見たらほぼこのデッキかなっていう、他のデッキではなかなか使われないので、青黒だったらムカつきとかですけど、はい、赤白はこのデッキだけですね。さあこれによって永井守にとってはもうすでに相手のデッキは分かったというところでしょうか。永井守クロニクルのウルザランドを設置。ギデオンジュラも入ってるんですね。そうです、本当にプリンズオーカー山のように入ってます、山のように結構もうこの長い歴史の中で赤白のプリンズオーカーっていうともう数えきれない量ありますもんね。そうですね。さあそして早速トロンは揃いましたと。はい、このウルザのトロン3種類、まあいろいろな絵あるんですけども、このクロニクル版、まあこの牧歌的な絵、そして、まあ、入手のしやすさというところもあって、はい、かなりファンが多いトロンランドになっています。しかもクロニクル版はそれだけでウルザの土地4種類ぐらいの絵があるんですよね。大量にありますね。その中でも多分お気に入りのものをチョイスしてるのかなと。さあそして、まあ、ここですね、忘却石メインは多分もう壊せるカード1枚2枚しか入ってないのでさあこれいいですね。このアジャニが土地をロックしていきます。タップ状態のものはアンタップしないというものになりますね。アンタップ状態のものはマナは出せるんですがというところあります。そしてマイナス7すると対戦相手の土地をすべて破壊するという、はい、一方的なハルマゲドンが行われるわけです永、まあ、井さんはここから5マナ出るまでは起動できないので忘却石がこの間に合うかどうかかなり微妙なラインですよ ね。 そうですね。土地を毎ターン置き続けるとギリギリ間に合うという状況ではあります。さあ制限時間、こういったアジャニによる制限時間がかけられています。大阻止の遺産でワンドロー、この血染めの月でロックはされて全て赤マナしか出ないんですが、まあ、マナを変換するカードですとか、まあ、昔ながらのトロンですとマナアーティファクトなんかも入ってますからね、はい、そういったもので加速することもあるかもしれません。まだ見ている限りでは土地は入っているので、うん、今ちょうど思い出しました。はい、さあ現在このパターン勝ちパターンに向けて一直線となった木原選手の方が若干有利と。まあけどもうあと土地1枚なんで土地1枚あれば全然永井さんが有利ですね。なるほど、土地1枚があるのかどうか。もう忘却石が1回起動できてしまえば、はい、膨大なマナが手に入るので次の土地があるかどうかですね。さあ運命のこのドロー、手札からどうだ引いているのか、いやアジャニのテキストを確認しだしたということはこのターンはなさそうですね。さあ見るからに永井選手挙動が怪しくなってターンエンドしてしまった。木原さんもドキドキですねこのターンが。さあ運命のドロー、おっと引けなかったか。引けないとちょっとここから立て直すのは難しいですね。土地5枚を失ってそこからのゲームとなるのはもはや無理か。キャラさんが忘却石を警戒してギデオンを手札に持ってるので、はい、まあ、ジャニーの奥義を起動することができればもう即座にギデオンジュラにつなげて、うん、
これはもう永井選手万事休すといったところでしょうか。なんとか星を使ってドローを進めて、このランドを流された後のリカバリーというところにゲームの主眼が移っているように見受けられます。ですがこの後、まあ、今のところもうクロックはないので、出来原さんが、はい、アジャニルのマイナス7を起動したら、まあ、クロックはないのでリカバリーに備えてるんですが、手札にあるのはハードパンチャーギデオンジュラ。さあ最後宝球まで置いたんですが、ここで5枚の土地が吹き飛ばされ、安全を確認したギデオンジュラ登場。さあ当然忘却石はもうライフを守りきる前に起動するのは難しい状況になりました。そうですね、もう5ターンかかるんで、それよりギデオンの方が早いですね。またギデオンだけで終わるとは到底考えられないので、うん、ここを見て投了という形になりました。 3アンド